こんばんは。ニュースをお伝えします。逆スイカ割り大会が開催されました。用意したスイカの果実を目隠しした挑戦者が棒で割る夏の風物詩スイカ割り。ポンコツハウスでもスイカ割りの開催希望がありましたが、挑戦者のぼんじりさん30歳が動きたくない、楽してスイカが割りたいなどと言い出したため、急遽スイカ側が動く逆スイカ割りに変更となりました。前代未聞の逆スイカ割り、結果は果たして。違う、逆、待って、まあ、逆、前進んで、ちょっと右に回転して、逆だよ、逆、そう、後ろ下がって、もうちょっと左回転、逆、そう、はい、まっすぐ下がって、はい、右回転、いいよ、はい、そのまま3歩下がる、もうちょっと右回転、逆、そう、はい、オッケー、ケツ突き出して、おい、逆スイカ割りは見事成功。挑戦者とスイカの連携が功を奏し、一撃でスイカを粉砕しました。この様子を見ていた同居人は、心の底から何してんだろうって思いました。ちなみに何してたと思います？逆に何してたんですかね。またこの逆スイカ割りは二度と開催されないということです。以上、ニュースをお伝えしました。